吉田さん、GTO っすか。あれ、反町さんのドラマ面白かったですね。で、当時あの気持ちで見たから面白いんでしょうけど、今見たらそんなわけあるかいみたいなことばっかりでね、逆に面白くないみたいな感じはありますけど、でもね、漫画本はね、やっぱ面白かったですね。それまであの藤沢徹さんという方が原作者なんですけども、全然パッとしなかったんですけど、あの何、湘南純愛組ってやつもいまいちだったんですよ、暴走族の漫画。それの10年後みたいなのを書いたのが GTO だったんですよね、まあ、主人公の鬼塚が大人になったら教師になっていったみたいで、なかなか面白いドラマだったかなと思います。ああいうふうなね、破天荒な先生っていうのにみんな憧れるんですけども、でも教師っていう職業につくと自分の意思じゃなくって決められた通りに動かないといけないっていう公務員の悲しさからね、自分の意欲と現場との不自由さに、そのギャップに苦しむんでしょうね。まあだからこそああいう先生が人気になるのかなと思いますけども、 GTO ね、まあ、こういうのがあるんですよ。やっぱこう人生にこう練習はないんですよね。全部本番なんですよ。失敗したとしたら失敗する本番が来ただけなんですよ。ひどい目にあったとしたらひどい目には本番が来ただけなんですよ。この経験を糧にとか言いますけども、違うんですよ。すでにそれが糧なんですよ、誰かのね。まあけど人生はその時その時で、なんか次回へのトレーニングだという捉え方もできるんですよね。まあだから打ちのめされて、叩きのめされて立ち上がれないような状況になった時でも、いや、これを生かしてプラスにできないかなって考えることができれば這い上がれるんじゃないかなと思うんですよ。で、今回はね、ボビー・ナイトさんの言葉を紹介したいんですけども、これ私のね、もう座右の銘でもあるんですけども、勝つ意欲は大して重要ではないっていうことなんですよ。なんでやって話になるじゃないですか。これ下の句があるんですよ。そんなものは誰もが持ち合わせているってことなんですよ。何か勝負するときって勝ちたいとみんな思ってるんですよ。何か仕事をするときってやっぱ喜ばれる結果を出したいとかね、高い報酬がもらえるような仕事をしたいと思ってるんですよ。だからそれはね、大して差がつかないよ、そんなところではってことなんですよ。じゃあ一体何を持って差がつくのかってことは、この重要なのはね、勝つために準備する意欲なんですよ。勝ちたいと思うけど、そのためにめんどくさいことをほとんどの人がしないんですよね。だから行き当たりばったりになっちゃうんですよ。で、行き当たりばったりと臨機応変の違いは、行き当たりばったりはまさにね、現場で右往左往してもう打つ手はこれしかないっていうふうにやり込めることなんですよ。でも臨機応変っていうのは、第1案がダメだったら第2案、第3案、第4案、第5案っていうふうに、ダメだったらこうする、ダメだったらこうするっていうのを無数に用意してるんですよね。だから臨機応変にダメだったものを捨てて次の作戦に切り替えることができて、だから一つの試合で100トライぐらいするんですよね。でも多くの人は一つの試合に1トライすらできないんですよ。何も準備してないから。つまりこういうことですね、まとめて。勝つ意欲は大事ではないよと、重要ではないよと。勝つために準備する意欲は大事なんだよってことなんですよね。勝つためにどんな準備をしてるか。最高の仕事をするためにどんなことをしてきたのか。多分仕事をするために作業しかしてこなかったのが、まあ、失敗の原因というかね、次につながらない失敗の連続になるんじゃないかなと思うんですけどね。いってらっしゃい。